こんにちは、マウナスタッフのゆうかと店長のかずきチームでーす。よそして今回初登場かな、 YouTube は、はい、どうだろう、初登場、はい、ノートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マウナーで、はい、スカジャンといえばね、ナオッティということで、ね、そうスカジャンマイスターなんで、はい、やらせていただいてます、はい、今日はね、はい、なんか呼び出された感じではあるんですけども、はい、今日は何でしょうか。はい、ちょっともうご案内が遅くなってしまってはいるんですけれども、2ヶ月経っちゃいましたね。はい、先日ですね、はい、2月3日に新店舗をオープンしまして、はいはい、でその新店舗オープン記念で、当店のオリジナルのスカジャンをテラトヨにお願いして作成しましたと。よっ、おーおーおー、すごい、おー熱い、すごい、よっ一番すごい一番すごいで、それをちょっとまあ僕らの思いというか作ったきっかけとか、はい、そのまあ着てみてサイズ感がどうだとか、そういうのも喋れたらいいかなって思っております、はい、よろしくお願いします。じゃあまず、まあ、とりあえずは柄だよね。そうですね、まあ、柄が一番かかりどころというかね、喋るとこしかないと思うんで、はい、気になる柄がありすぎて、はい、そうっすね、何から話したいか。実はこれその古くからマウナーのに通ってくださってるお客さん見たことあるかもしれないんですけど、実はこのキャラクターを使っての別注って2回目でオープンのぐらい。そうですね、そんぐらいです。でも本当そんぐらいぶりなんで、この柄自体が、はい、なんかまあ過去24年間やってきたマウナをここでもこう活かせるようにっていうのでこの柄を選びまして、で、国連のマークですね、日本アメリカ、まあ、横浜といえば港町、横浜自体がこの日本とアメリカをつなぐ場所であることは間違いないので、その横浜っていうのを表したいのでまずこれは入れました。で、ドラゴンですね、このマウナ君もね、マウナ君って言っちゃったマウナ君ではないけどマウナ君にしときましょうか、はい、仮で、はい、でそのマウナ君を加護してくれる、守ってるような勇ましい竜を入れました。で最後はやっぱ我らの横浜、これなしには語れないんで、横浜のその PX、本木 PX ですね、はい、にいた米兵が日本とアメリカの友好の証みたいなのを願って作ったみたいなのを想像して作り上げましたね、はい、しっかりバックグラウンドもより近隣の方が来てくれることが増えた。そうですね、やっぱ地域密着、そうそうそう、だからすごいみんなやっぱりこの横浜の文字に反応してくもんね。そうだね、入ってる。そう、このキャラクターなんだろうっていう方もいるけど、やっぱり横浜じゃんっつって誇りの柄です、これは、はい、じゃあ前は前面ですね。前面はもうやっぱずっとサンサーフを扱うマウナーとして、はい、やっぱりまずこうなんていうかな、アロハシャツを彷彿とさせる柄が入ってないのはどうかなと思って、まあパームツリーですね、もう定番でやってる人気のデザインです。裏が結構華やかというか、あんまり見たことないような柄をちょっと詰め込んじゃったので、まあ、こっちは逆に、まあ、スマートにいけたらいいなと思ってパーム3、こっちも両分パーム3ですね。素晴らしい、素晴らしいです。でずっとわー気になるなーと思ってたのが、はい、リブの色。そう、ね、いい意味でですよ、はい、やっぱこのマウナ君が金髪なんで、この金髪の黄色を拾いたくて黄色太め、僕が好きなヴィンテージのスカジャンがあって、それがまあこれ通りじゃないんですけど、黄色を強めに使ってるっていうのがめちゃくちゃかっこよくて、なんかスカジャンにおいて黄色ってすごい大事な色だと、まあ、個人的に思ってるんで、なんかその黄色をあえて主張して華やかなマウナらしいリブにしようと思ってです。強い色ですね、うん、で黄色も広い、ドラゴンのブラックも広い。そう、そうですね、で差し色にグレーが、グレーで、はい、バッチリ細いラインが入ってるのが、そう、ちょっとここ白とかがね、まあ、スタンダードっていうか多いのかなと思うんですけど、あえて色だけで、はい、攻めてみましょう。素晴らしい。緑であることが自然すぎて触れられなかったけど、はい、このボディのを緑にしたことに関してもなんか思い出っていうかあるんですか。まあやっぱ平和の色なんで緑って、はい、国連自体がその、まあ、戦争をやめようぜみたいなグループというか、なので、はい、まあより平和を表せれば、まあ、なんかもうとにかく平和の象徴、鳩ですよ、鳩みたいにしたいなと思ったので、なんか本当に荒々しい部分は全て削ぎ落として、とにかく楽しいものを作りたいと思ったのが、あの、まあ、いろんなところに現れましたね。なんかそれを全部聞いてまた改めて見ると本当にあったかい
暖かいからだと思います、ね、本当にスカジャン本来のボツな部分みたいなのは、まあ、これからちゃんと喋りますけど裏面で残しつつ、こっちはちょっとピースフルに、ね、行ってみましょう。平和じゃなければこんな子供が走り回ることすらないからね。まあ、なんかあってもドラゴン守ってくれるから大平和。自信作の A 面ですね。はい、じゃあ続いて自信作の B 面いきましょうか。まあ結局ね、どっちも自信作でやっております。ナオト好きだもんね。大好き、はい、じゃあナオティにもいろいろ好きな思いというかね、それナオトに喋ってもらうか。あら、いいじゃないですか、うん、やっぱもう、うん、見ていただいたら分かるとおり、さっきのもすごかったですけど、やっぱこれのすごいところって、やっぱ本当に別注だからこそできた、あのもう本当に上から下まで刺繍もデザインでびっちり詰まってるっていう。パンパンだもんね。パンパンですよ。ヴィンテージとかにも探しても全くないですし、もうテーラー東洋で、まあ、やっぱりヴィンテージでなかなかないものって復刻しづらいので、本当にこういったここまで豪華なものっていうのが出るのはすごくもう珍しいことなんですけども、別注ならでは、別注でしかできない、ね、だからできたっていうものですね、うんうんうん、もうだからってごちゃごちゃしてるわけじゃないっていうのもすごくポイントで、やっぱもうアロハハワイっていうこの文字で挟んでいることによって、やっぱり統一感みたいなのも生まれますね。ハワイの海辺とドラゴンっていう、まあ、言っちゃえばこうなんか共存しえないというかね、うんうん、ね、今言った通りアロハハワイで挟まることによってなんか一つの作品として成り立ってるもんね。成り立ってますね。ハーモニー、はい、まあ、横浜 PX、ハワイの PX っていうこう、まあ、共存しえないものじゃないですか。本来横浜でオーダーしてると思ったらハワイでオーダーしてるみたいな、アブノーマルというか、そういうのを楽しめるのもなんか別注の良さなのかなとも思うので、しかもこう横浜っていう街をなんかそれでも表してる感じもするしね、うん、横浜のこの何港町というか、うん、いろんなねこう海外のものを受け入れて市場に受け入れてきた街と、ハワイも移民とかで、うん、異国の人たちでこう成り立ってる部分もあるから、そう通ずる部分はあると思うんですよね。すごい近いからね、横浜とハワイって、はい、表裏一体を表してる感じがまさにこのボディの色も聞いていい？これも結構重要で、はい、まあ、なんかまあ青なのはちょっとまあなんとなく皆さん想像ついてるかと思うんですけど、まあ海辺なんで、まあよりやっぱ自然界に近い色を選びたかったっていうのがまず一つで、でこのゴールドね、ゴールドって言ったらなんか割とこの日頃のところで使うようなのが多いかなと思うんですけど、まああえてここにシャキンと入れさせていただきまして、これも月明かりですね。あのまあここも指してるのがお分かりいただけるかと思うんですけど、まあ、その月明かりで照らされたみたいなのをイメージしてゴールド入れましたね。でまあちょっと分かりづらいですけど、ここのね、このピンク、そうなんですよ、切り返しのところがピンクになってるわけですよ。これがなかなかサシになってて効いてるんですよ。でリブですよね、はい、やっぱり赤入ってるってかっこいいと思うので、まあ、この全体ね、青とかゴールドとかちょっとあのどっちかというと優しい色が多いので、で黄色もそういうので締める色っていう感じではないから、まあ、赤一発ドンと入れまして、太めでもう全体的にこのアウトラインを固めるために赤を入れてみました。いやでもこれなんかさらっとこうカラーリングの話してるけど、はい、4色使ってるからね。そう、リブにこれそうなんですよね。すごいもうこれね、こんな過去多分皆さん見たことないと思うんで、もうこれだけのものが出来上がってるわけですよ。で一応前面も言いましょうね。前面は逆にちょっと裏面が、まあ、ナオトが話してくれたからあの内容なんで、逆にちょっとこうバシッとこうスカジャン本来のいかついかっこよさじゃないですけど、まあ、入れたかったんでドラゴン柄ですよねを入れてみました。ちょっとフロントの大きめのやつなんで前から見ても存在感は抜群なのかなと思います。グッドです。なんかハワイ柄とかちょこちょこあるけど、夜の海を連想させるカラーリングが私めっちゃ好きなんだよ。そうだね、なんかハワイ柄ね、今ゆかちゃんが言った通りちょっとやっぱ明るいというか、なんだろう、もう日中だろうなみたいな柄が多いから、そう、ちょっとこう夜にね、人が寝静まった頃に竜が遊びに来てるよみたいな、まあまあこれもいろんなシナリオというかストーリーはもうそれぞれ作っちゃっていいと思うんですけど、これは移転と辰年といろいろ噛み合ってすごくいいものが組めたかなと思ってます。はい、ということでね、語ったというか、あれみたいなものをただ話すみたいな感じになっちゃいましたけども、はい、こう配信がね遅くなっちゃっ
ったっていうのもあり、あのありがたいことに人気ということもありね、はいはい、倉木さんの動画で取り上げていただいたり、雑誌取り上げていただいたりもあり、ね、はい、でちょっと残ってるサイズがね、そう実はもう M と L しかなくて、ちょっともうね一部の方にはお答えできないっていう、はい、状況なのが非常に苦しいんですが、はい、まあ、ちょっとこれを語らずして夏は迎えられないなと思ったんで、はい、何がまだキャグラリーズだってなっちゃうからね、はい、遅くなってしまいまして逆に、まあ、ゴールデンいろんな生き方ができる、はい、ね、はい、本当に王道どころではあると思うので、はい、M、L しか残ってないんですけど、一応じゃあテンプラのサイズ感、はい、ナオティにもね、はい、着てもらおうかな、はい、M、L で一旦そうですね、はい、じゃあ、はい、飛ぶシュッてやる、せせーの、はい、はい、ということで、はい、ナオトが M サイズ、はい、店長が L サイズで、はい、私もちゃっかり S サイズのもうないんですけど、 S サイズプライベート、はい、ナオティの S サイズ借りました、はい、はい、開いてきましたよ、どうでしょう、一緒にしてもらって、はい、じゃあまず店長が L サイズ着てます、はい、いつもはいつもは S です、 S サイズ、ちょっとまあ L のサイズ感を伝えたくて着てみました。なんかまあ僕ご存知の通り筋トレ大好きなんで、ある程度ある方ではあるんですね、胸周りとかで、ホワイトビルの超肉厚パーカーを着て L で全然この感じなんで、おそらく、まあ、標準体型からややがっちりぐらいまでの人だったら、まあちょっとやっぱり背が僕ないんで、背はちょっとどうしてもあれなんですけど、標準な体つきよりがっちりぐらいの方だったら全然 L で問題ないと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、お下がりいただいて、お下がりしましょうか続きましてナオッティ、はい、はい、真ん中上で、そうですね、この辺はい、頭は切れてる、切れてるかもしれないんで、ちょっと中腰の、はい、中腰にしますけどじゃあちょっと YouTube 上ではナオッティ初登場だから、はい、自分の、まあ、身長と体型とちょっと言っていただいて、はい、結構今僕が細身の体でやらせていただいてまして、それで、身長が170センチですね、はい、まあ、割と標準的かなとは思う、 M サイズ着てくれる、はい、それで M サイズを着てますね、普通のテラトヨの M より、まあ、若干ちっちゃめっていう感覚ですね、いつもは S、 いつもは S が多いですね、さっき着てたのも S だもんね、そうですね、そうだ、ナオトぐらい細身の方とかだったら M だと若干、そうですね、若干大きめになるので、うん、まあ長さが気になるようであれば若干こう上げて、ここのタイルがせて着る感じがやっぱヴィンテージっぽくてかっこいいですね、うん、もうこうですよ、そういった着方もありです、あとすごいおすすめなのがこうやって女性が着てもなんかいい感じになる、てかこれ自体がもうなんかすでに女性からの評価がめちゃくちゃいい、高いですそう、なんか本当に何ですか、いい意味でというか、スカジャン本来のいかつさがあんまりないので、ね、スカジャン挑戦してみたいけど勇気がないみたいな方にはもう真っ先に来てみてほしい、ってこい、そうで、そのグリーンの面で楽しんでいただいたら、まあ、スカジャン本来の良さがあるこのブルーの面で楽しんでいただければ大丈夫と思ってますので、まあ二度おいしい、味わえるのはね、全然違うんで、本当に違いますね、はい、ということでね、ヴィンテージこれからね、なりゆく本当に秀逸な一着だと思っておりますのでね、ぜひぜひゲットしていただければと思います。それではまた次回の動画で ね、はい、もうちょっとでアロハシャツのシーズン始まるしね、そうなんでしょう、その辺の動画もお届けしたいと思ってるし、まあこういうゆっかちゃん企画だけじゃなくて、僕とかの音企画みたいなのも、はい、これから新しいの配信していきたいので、はい、YouTube からお目を離さずに、はい、本当今日初登場のこうナオトに死ぬほどスカジャンを語ってもらう動画とかやりたいしね、確かにねなんかもう俺らが傍聴側に回って、そう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 、ナオトがそこで一人でした、もうナオトが、まうん、バンバンに回す感じのね、うん、そうですね、だわ、はい、今回はこんなもんで、はい、はい、以上でございます、それではまたお会いしましょう、ありがとうございました。